愛媛県生まれ、1971年に、もうすぐ45歳。画家を志して20年になります。ようやく短所についたところですけども、アキーラという画材と出会って8年になりますが、この絵の具のおかげで自分の新種風景というのがどんどん広がっているようになります。最近の絵のテーマは、そうですね、時間、つまり時間の中でも5つ、現在というものをこういかに絵に投影するかというのに興味がありまして、まあ、でも5つっていうのは一瞬で過ぎ去る時間のことですから、まあ、過去の記録と未来の想像、まあ、夢、その狭間にあるのが現在だと思うんですけど、まあ、それをこう一瞬にして捉えて作品にする、そのまま芸術家ならではの能力を使って、まあ、今の世界、何が起こっているか、まあ、人々がどう思っているか、そういうのを伝えていけたらと思っています。このインスピレーションの出所は、そうですね、本を読むのが好きなんで、まあ、詩人の一節、もしくは、まあ、歴史の中のとある人物、もしくは風景。文字から絵を起こすってことが多いかもしれません。あとはまあ今を生きる中で見てきた風景と自分が幼少の頃に育ってきた原風景、それとの重なり、それがまあインスピレーションの巻き、まあ、大元になっているのかもしれません。ただまあ絵を描くときには降りてきたものをそのまま素直に表現する、それを心がけています。まあ、自分自身が、より白になって、まあ、アンテナとして存在する、まあ、なるべく自分の自我というものを